地蔵菩薩は仏教の信仰対象である菩薩の一尊。釈尊が入滅してから、弥勒菩薩が成仏するまでの無仏時代の主張を救済することを釈迦から委ねられたとされる。サンスクリット語では、クシティガルバという。クシティは、大地、ガルバは、体内、死急の意味で、意訳して、地蔵としている。また、持ち地、妙、憧れ、無変身とも訳される。 三枚あがたは、如意帽子と、銅、旗、釈状。主事は、地蔵菩薩像なら国立博物館地蔵菩薩は、通り天にあって、釈迦物の付属を受け、釈迦の入滅後、5億7600万年後か56億7000万年後に、弥勒菩薩が出現するまでの間、現世に仏が不在となってしまうため、その間、六道べての世界に現れて、 主情を救う菩薩であるとされる。国蔵菩薩と地蔵菩薩が一体で安置される例は、京都、広田火事などにあるが、一般的ではない。地蔵菩薩の起源は、インドのバラモン教の神話に登場する大地の女神プリテビーで、大地を守護し、財を蓄え、病を治すといった利益信仰があり、これが仏教にも取り入れられ、地蔵菩薩が成立したとされる。 経典として、地蔵菩薩本願経、大乗大樹地蔵十輪経、占い察し然悪合法行が、地蔵三経と呼ばれるが、占い殺自然悪合法行は、儀経とも言われる。一般には偵発した、正門、陸型で白号があり、傑作を身にまとう。送信具は身につけないか、つけていても、洋楽程度。左手に、如意帽子、右手に釈杖を持つ形。 または左手に尿意帽子を持ち、右手は余願印の印相を取る像が多い。しかし密教では、大蔵曼荼羅地蔵院の主尊として、髪を高くい上げ装身具を身につけた、通常の菩薩型に表され、右手は右胸の前で日輪を持ち、左手は左腰に当てて、銅旗を乗せた蓮華を持つ。地蔵菩薩本願教には、 全南全量のための28種利益と天竜騎士のための7種利益が説かれている。音かかかびさんまえそわか翻訳すれば、大音、ヘクタールヘクタールヘクタール、けうなる味方よ、スバーハートなる。地蔵十王図パリ姫美術館トンコ将来地蔵、十王図聖火堂文庫儀教とされる、炎羅王樹期四種逆手製七王城上土業や、地蔵菩薩発心因縁十王業によって、 道教の十王思想と結びついて、中国においては、地蔵菩薩が縁馬、または十王の一村としての縁馬王と同一の存在であるという信仰が広まった。縁馬王は、地蔵菩薩として、人々の様子をこて細かに見ているため、綿密に死者を裁くことができるとされ、泰山王と共に十王の中心に据えられた。このため、中国においては、地蔵王菩薩と呼ばれ、 主に死後の救済を願って、冥界の教師として信仰される。日本の神奈川県横浜市中区にも、死者の永民を祀る、地蔵王廟が、家境によって建立されている。秋代の小説である、最遊記でも、冥界を司る、地蔵王菩薩が、孫悟空の暴れっぷりを、地獄から天の玉皇大帝に上奏する場面が描かれている。地蔵王菩薩の聖地は、 暗記章にある旧火山である。これは、白木の地蔵という層が、この地にある家常寺に住したことにちなむものである。年99で、この地で入滅した地蔵は、3年後に棺を開いて、塔に法案しようとしたところ、その顔形が整然と全く変わることがなかったことなどから、地蔵を地蔵応募薩と同一する信仰が生まれ、 その祈祷の地が地蔵大菩薩の聖地となったものである。その故事によって、文殊菩薩の五大山、普賢菩薩のガビ山、観音菩薩の札山と並ぶ中国仏教の聖地として今日まで信仰を集めている。日本においては、浄土信仰が普及した平安時代以降、極楽浄土に王城の叶わない主城は必ず地獄へ落ちるものという信仰が強まり、地蔵に対して、 地獄における責めくからの救済を本愚するようになった。姿は、出家像の姿が多く、地獄、ガキ、修羅など六道を巡りながら、人々の苦難を身代わりとなり受け救う、大塾の菩薩とされた。際立って、子供の守護尊とされ、小安地蔵と呼ばれる子供を抱く地蔵菩薩もあり、また小僧姿も多い。歳の河原で、極卒に責められる子供を、 地蔵菩薩が守る姿は中世より仏教歌謡、祭院河原の地蔵和山を通じて広く知られるようになり、子供や水子の供養において地蔵信仰を集めた。関西では地蔵本は子供の祭りとして扱われる。また道祖神と集合したため、日本全国の路傍で石像が数多く祀られている。交通の便に乏しい時代では、 大きな仏教寺院へ参詣することができず、簡易な参拝ができる、身近な仏像として、数形を集めた。そのような地蔵に同志が置かれた例は少なく、そのため本来の仏教の教義を離れ、神道との混同や、地域の独自の民間信仰の意味合いなども濃くした。路房の地蔵村は、様々な記念の対象になり、南地の商病の地位を記念すれば成就すると献殿されて、 著名な地蔵村となったり、合わせた空和が後に広く、童話としても知られるようになった例がある。六地蔵村近僧の六地蔵日本では、地蔵菩薩の像を六体並べて祀った六地蔵像が各地で見られる。これは仏教の六道輪廻の思想に基づき、六道のそれぞれを六種の地蔵が救うとする説から生まれたものである。六地蔵の個々の名称については一定していない。 地獄道、楽器道、畜生道、修羅道、人道、天都の順に、団太地蔵、宝手地蔵、宝印地蔵、持地地蔵、女不多小地蔵、日光地蔵と称する場合と、それぞれを今後願い地蔵、今後宝地蔵、今後非地蔵、今後堂地蔵、宝光王地蔵、あずたかしが地蔵と称する場合が多いが、文献によっては、 以上のいずれとも異なる名称を挙げているものもある。造用は合唱のほか、伝言、尺状、香炉、銅、術、宝手などを持ち物とするが、持ち物と故障は、必ずしも統一されていない。日本では、六時造像は、墓地の入り口などにしばしば祀られている。中村寺金寺軌道には、藤原清平、元平、秀平の遺骸を収めた三つの仏壇のそれぞれに六体の、 地蔵像が安置されているが、各像の姿は、ほとんど同一である。あたご本源の本事物。大宝年間、縁のオズヌが、白山主源の海祖とされる大長と、山城国あた山に登った時、龍樹菩薩、古名尊者、微車門天、愛禅明王を伴い、大雷鳴と共に現れ、天下万民の救済を誓った地蔵菩薩が、将軍地蔵であったという伝承が残る。 また、美月天皇の御よ、日らが将軍地蔵を護持したとされ、さらに、現行尺書には、清水寺の縁鎮が、将軍地蔵と価値的美写門店の両村に、坂の上の田村麻呂の戦勝祈願を行ったことが、記されている。しかしながら、儀機などが現存せず、縁鎮が行ったとされる手法をはじめ、固有の損用も明確でない。地蔵菩薩本願経十林経 だらに修行にある、煩悩の族、天馬の軍に勝つ、軍人当選に際して、難を免れるなどの記述が、この御事を監督する意挙とされたと考えられている。旗や剣などを持ち、甲冑姿であることは、共通するが、東輪リレンに立つ立像と、神芽にまだがる、騎馬像とが存在する。中日新聞によれば、愛知県半田市、亀崎地区には、鬼門地蔵と称する地蔵がある。 個人宅の鬼門方向に祀られ、2003年の調査では、同地区で約70体が確認されている。資料はなく、有意書は不明という。地蔵防殺本願教によると、昔、インドに大変慈悲深い二人の王がいた。カズトは、自らがフッツとなってから人を救おうと考え、一切地上寺如来というフッツになった。だが、もう一人の王は先に人を、 悟りの境地に渡してから自らも悟ろうと考えた。それが、地蔵菩薩である。地蔵菩薩の霊言は膨大にあり、人々の罪業を滅死成仏させるとか、苦悩する、人々の身代わりになって救済するという説話が多い。菩薩は如来に次ぐ高い見地だが、地蔵菩薩は一世主上再度の誓願を果たさずは我、菩薩界に戻らじとの決意で、その地位を退し、 六道を自らの足で暗闇し、救われない主張を、親より先に死去した幼い子供の霊を救い、旅を続けている。幼い子供が親より先に死ぬと、親を悲しませ親孝行の孤独も積んでいないことから、三途の川を渡れず、彩の河原で、鬼のいじめに遭いながら、石の塔場作りを永遠に続けなければならないとされ、彩の河原に率先して、足を運んでは、 鬼から子供たちを守り、仏法や教文を聞かせて、徳を与え、成仏への道を開いていく逸話は有名である。このように、地蔵菩薩は最も弱い立場の人々を最優先で救済する菩薩であることから、古来より絶大な信仰の対象となっていた。また後年になると、地蔵菩薩の足元には、楽キ界への入り口が開いているとする説が広く、説かれるようになる。 地蔵菩薩像に水を注ぐと地下で長い苦しみにあえぐガキの口にその水が入る。仏教上におけるガキは生前に嘘を多言した罪で燃える舌を持っており、口に入れた飲食物は炎を上げて燃え尽き飲み食いすることはできないが地蔵菩薩の慈悲を通した水はガキの喉にも届きしばらくの間は苦しみが途切れると言われている。これは 六道すべてに隔てなく、慈悲を注ぐといわれる、地蔵菩薩の苦毒を表す説であり、瀬垣法要と地蔵菩薩は、深い関係として成立していった。仏教上では、非道者で仏法を否定、誹謗する者を一千代というが、これには単に、成仏しがたいものという意味もあることから、一切の主張を救う、大いなる慈悲の意志で、あえて成仏を取りやめた地蔵菩薩や、 観音菩薩のような菩薩を大悲仙台と称し、通常の仙台とは明確に区別する。那須あり地蔵菩薩。1954年水道工事の際、白川の川底から掘り出された。以降この地に祀られている。京都市東山区白川北通。先に述べた、六地蔵とは、六道それぞれを守護する立場の地蔵村であり、高いへの旅立ちの場である。 葬儀場や墓場に多く建てられた。また道祖神信仰と結びつき、町外れや辻に町の結界の守護神として建てられることも多い。これを本尊とする祭りとして地蔵盆がある。また道祖神のことを釈耳とも言うことから、釈耳に将軍の字を当て、道祖神と集合した地蔵を将軍地蔵とも呼ぶようになった。神仏集合の下で、 地蔵菩薩の衰弱とされる神としては、アタゴ神や、あの小屋根の命、縁間大王がいる。ありがとうございます。